ということが分かるわけですね。カミソリを飲む気持ちがするっていうのは一体どんな気持ちか、なんかそんな風な実感でも持っていますので、ここから先はの火事についてはまだ評価が全く定まっていない、昨日今日出てきたばかり、そういうエネルギーを秘めたものとして人間を捉えているわけですね。希望をしている、追い詰められた、精神的に追い詰められた生活の中で彼が生み出す温かい、もう本当に温かさっていうのが前面に出てきていて、どの歌も何ですかね、こうある温かさを持っているのが大変に印象深かったです。出勤したりするんですけど、そういう場合句読点タンクの中に点を使ったりだとか、振りかっこ使ったりだとか、スペース空けたりだとか、そういう